社会人5年目、東京の会社を退職し、心機一転、インドで働くことにした。バタバタの準備期間を経て、働き始めてようやく1週間。今日はインドでは知らない人はいないくらい有名人らしいチャロブラザーズのショーゴくんからお誘いがあって夜ご飯を食べに行くことに。どんな人なんだろう、ちょっと不安だな。大丈夫？迷わなかった？待った？座ってどうぞどうぞ。いやー、ほんと今日は来てくれてありがとうね。いやー、最近忙しい？ああ、そっか。いや、今日はさ、カフェトニーノっていうイタリアンなんだけど、この辺で一番美味しいイタリアンだと思ってるんだよね。うん、そう。あ、そうだ、普段ワインって飲むかな？あ、そっか。いや、よかった、予約して。いや、実はここってワインの種類がすごい品揃え豊富で、白も赤もスパークリングも、まあ、たくさん品揃えあるから、いや、聞いたいに揃えるかなと思って予約したんだよね。例えば白ワインは好きかな？あ、そっか。インドだとスーラワインっていうワインがあって、その白ワインがすごい酸味が効いててイタリアンにマッチするんだよね。ちょっと試してみよっか。よし、じゃあ決まった。まず頼むね。 Excuse me. Can I have soda wine? Yeah, white wine. White wine, soda wine. スーラのシャルドネっていうのはすごい酸味がさっき言ってるのに効いてて、パスタにもピザにもすごい軽い口当たりで合うんだよね。楽しみだね。さすが、慣れてるな。それにしてもこんなおしゃれな店インドにもあるんだ。ショーゴくんはよく女の人とここに来てるのかな。スーラ、シェリンカ。チェックテンプレッシュ。そういえばインドに来てから一度も飲んでなかった。美味しそう。じゃあ乾杯。美味しい。よかった。じゃあ食べ物を頼もうか。そう言われてメニューを開いてみたけれど、メニューが多すぎて決まらない。イタリアン、何か食べたいものある？そっか、じゃあ俺が適当に頼むね。あ、俺このブルシェッタってどうだろう？え？ブルシェッタ？ブルスケッタ？いや、ブルシェッタだって。え、なんでなんで？ブルシェッタ、インド人はブルシェッタって言うんだよ。しょうがないな。じゃあブルシェッタね。頑固な人なのかも。あとはモッツァレラチーズとトマトのピザ好き。次パスタは、俺のおすすめはね、すごいここはジェノベーゼが美味しくて、じゃあそれでいくね。よし。 Excuse me. ワンブルシェッタ。ブルシェッタ、ジェノベーゼ。ジェノベーゼよかった。アーリオオーリの方がおすすめらしいんだけど、そっちでいいかな。アーリオオーリ。あ、そういえばさ、インド来てまだ1週間だっけ？なんだよね。外国人登録ってもうした？まだしてないんだ。そっか。じゃあ銀行口座まだ開いてないんじゃない？うわー、大変だね。そっか。まあインドだと結構そういった行政手続き時間がすごいかかるから、うん、本当大変だと思うけど、でも何か困った時があったら俺
俺が面倒見てあげるからいつでも連絡してきてるね。なんかニヤニヤしてる。食べた方がいい。ブルシェッタ来た来た。ブルシェッタ、いやブルシェッタ、ブルシェッタ美味しそうだね。ブルシェッタ、ブルシェッタだって。インドのレストランってさ、店員さんがサーブしてくれるからすごい手軽でいいよね。じゃあ早速食べよっか。フレッシュなモッツァレラのチーズとこのブロッコリーの相性がすごいたまらないんだよ。じゃあ食べよっか。どう？美味しい？よかった。俺も食べる。美味しい。やっぱりこのマッシュルームが美味しいよね。今日はね、ほんと一日で忙しかったわ。朝からクライアントとミーティングでさ、実はさ、趣味が筋トレなんだよ。そう、最近インドに来てさ、やっぱり、まあ、インド人と、まあ、一緒にいてもっと体を大きくしたいなと思って。そんなこんなで会話は弾んだ。途中、三角筋と大臀筋とプロテインの話が30分ぐらい続いてちょっと寝そうになっちゃった。でもカフェトニーニョのご飯は全然辛くなくてすっごく美味しい。ワインも不安だったけどどんどん飲めちゃう。なんだかんだ翔吾くんはたくさん話を聞いてくれるしとっても楽しい。お腹いっぱい。最近カレーしか食べてなかったからほんと美味しい。もう最後の一口。時間だし、開きにしよっか。今日はいいよ、本当に。イエーイって。え？何これ？いや、本当に今日は大丈夫だから。だって、さっき銀行口座開いてないって言ってるでしょ。借りを作るとなんかありそうだな。現金もさ、やっぱり変えたばっかりだろうし、あんまり使わない方がいい。俺に払わすね。美味しかったね。こうしてこの日は解散。この後筋トレをするらしい。ストイックな人なんだな。最後車で送ってくれたからインドよりも全然怖くなかった。次誘われたらどうしようかな。Tonight, you are my angel. 愛してるよ。
二人は一つに Tonight Tonight I just say Wherever you are I always make you smile Wherever you are I always by your side Whatever you say君を思う気持ち I promise you forever right now Oh yeah 今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。